純喜とノグ、お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。珍しいペアで、そうですね。話を聞かせてもらえればと思うんだけど、はい。今回のテーマ、はい。じゃじゃん。遊び。遊び。はい。子供の頃、遊んだ遊びとか、まあ流行ってたこととか。俺、軽泥してました。軽泥してた？軽泥って捕まえるやつだよね。そう。警察が泥棒。そうそうそう。俺らもやってたんだけど、うん、俺らはなんかそれを、ちょっと、レボリューションして。おぉ。缶蹴りと合わせて。缶蹴りと合わすの？缶蹴り子って言って。缶蹴り子？うん。子がつくんや。うん。缶蹴り子って言ってて。うん。鬼いるんだけど、うん。両方に缶があって、それを蹴ったら、勝ちなんですよ、うん。でも、行くまでに捕まってどんどん行くみたいな。言うたら、まあ、警察泥棒じゃないかもしれない。そうですね。かもしれんね、そのルーレット。そう。っていう、なんかこう、分かれて、チーム戦で、守りつつ、でも、管理こう言われて、やったら、捕まってったりとか、するけど、まあ、いまいちルールは忘れたよね。もうね。結構昔の話だからね。結構昔だよ、もう。ね。外でじゃあ遊んでたってことね。あ、まあ、ゲームもめっちゃしましたけど、軽泥もめっちゃしました。出身どこだっけ？大阪です。大阪とかだってもう都会じゃん。いや、うち、なんか集合住宅の、マンションが結構建ってるところで、うんうん、マンションの中入って OK か OK じゃないかとかルールで、マンション入って OK やったらもうエントランスから入って逃げ回ったりとか、駐輪場とか OK とかいろいろルール決めてやってました。泥系の話？はい、そうです。ああ、はい、続いてたんや、まあ、続いてたみたい、はい、続いてたんや。めちゃめちゃ面白いんですよ。逆にさ、ちょっとおじさんの時の世代の遊びは何だったの？何してたんですか？おじさん、ゴム跳び。ゴム跳び？ゴム跳びって何？知らんの？こう二人いて、あのパンツとかのゴムあるやん、うん、あれを輪っかにして長くしてビヨンって伸ばすんよ、うん、で最初はくるぶしから足首から始めて、うん、でその上をもう一人がこう姉を右左とか、うん、ねじってもう一回ジャンプして踏むとか、うん、っていうなんかこう一連の流れがあって、でそれを最後まで行くと、うん、次はい膝とかつってだんだん高くなっていくんよ。多分全然分かってない。どれぐらいの時間遊べるんですか？すごい、それもう延々と首まで行くもん。正直多分おもんない。いやいや、もうこれめっちゃ流行ったから。そんな時代、やっぱ時代感じるよね。大阪の鬼ごっことか、まあそういう軽泥系の遊びで、うんうん、タッチするときなんていうか知ってます？タッチするとき大阪の子たちは絶対言うのがあるんですよ。なんか、関西弁のこと？関西弁っていうか、でもタッチするときなんか言ったっけ？なんでやねんとかじゃないの？なんでツッコミやんそれ。言った方がいいですか？もう、うん、早く言って。もう言ってよ、そんな、なんかそんなもったいぶってお前。でんっていう、でん、あー、なんか聞いたことある。どういう意味なの？タッチ。めちゃめちゃ普通だったけど、なんやねんタッチ。じゃあ小学校の時の休み時間は残念、ようサッカーとかしてると思うんだけど、それ以外で教室でやってたこととかあって。消し飛ばじゃないですか？お、何それ？デコピンで、はいはいはい、ピンやって机から落とすやつです。あ、机の上に自分のやつ置いといて何人かで当てて落とすやつね。わかりやすい。消しバトともいい。消しバトともいい。消しゴム飛ばしか。呼び方ね。はい。はいはいはい、はい。そんな遊び。そういうの、そういうのないの？紙を折って半分に、ちっちゃい紙を、こんぐらいの紙を半分に折って、ほっほっほって、倒れるみたいな。やってた。やってた。知ってる知ってる知ってる。えこれはもう、なんか、超能力みたいな。そうそうそう。すごい、みんなこれ見といてよって。うん、ってやったら、パタって倒れる。パタって倒れんの。めっちゃやった。それを自慢げにやってたみたいな。やってた、やってた。え、知らん？知らない、知らない。いや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 、もう、俺も知ってるし、そう。純喜の世代もやってるし。超能力みたいになってたから。そう、なんですげえみたいになるんよ。いつマジックって言ったもん、ずっと。うん。すご。風でもないのよな、あれ、うん、あれなんなんだろうね。ゆっくりやってもたまに行くし、気合とか言ってもそう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 、知ってるとか言ってうわ、いいの思い出したね。そう、俺も今降りてきたもん。降りてきたね。やったわ、めっちゃそれ。チャンネル登録よろしくお願いします。